皆さんこんにちは、エアジャパンです。エアジャパン客室乗務員の青木です。同じく辻本です。辻本さん、はい、今回我々はなんと商品発表会の会場に来ています。今日の商品発表会では就航後にお客様に座っていただく座席や提供する機内食、さらに我々 CA が着用する制服などを皆様に披露させていただきます。それでは早速会場へ行ってみましょう。皆様、本日はお忙しい中、国際線新ブランドエアージャパンサービス発表会にご来場いただき誠にありがとうございます。私は本日の司会進行を務めます、株式会社エアージャパン八下智子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは発表に移らせていただきます。まずは主催者を代表いたしまして、株式会社エアージャパン代表取締役社長峰口秀樹より皆様へのご挨拶をさせていただいた後、新ブランドエアージャパンの具体的なサービス内容についてご説明いたします。それでは峰口さん、よろしくお願いいたします。皆さん、ご無沙汰しておりました。エアジャパン代表取締役社長の峰口です。本日はエアジャパンブランドのサービス発表会にご列席賜り誠にありがとうございます。ちょうど1年前、私たちは新しいブランド名、機体デザイン、そしてブランドコンセプトであるフライソートフルを発表しました。当時コロナ禍にあって、当社は ANA ブランドの運航会社として運航規模を大幅に縮小し、シンガポール、バンコクの2路線のみを運航しておりました。現在はその後の国際線旅客需要の回復に伴い、この2路線に加えホーチミン、香港を運航しており、来年度もさらに ANA ブランドの運航便を拡大させる予定です。この1年、ANA ブランドの副便を行いながら、 ANA グループのマルチブランド戦略の一角となるエアジャパンブランドの準備を進めてきましたが、本日皆様にこのような形でご披露できることを大変嬉しく思っております。それでは、日本らしい発想と品質にこだわり、フルサービスキャリアでも LCC でもない私たちの新しいブランドのご紹介を始めさせていただきます。最初はシートのご紹介になります。どうぞご覧ください。エアジャパンブランドでは上位クラスを設けず、全席エコノミークラスの324席としました。ご覧の通りシートにはブランドカラーのあけぼの色のステッチを施し、落ち着きのある客室に仕上げました。客室仕様の開発で最も重視した点は、7時間前後のフライトの中距離国際線において、お客様に快適にお過ごしいただける居住性であり、 LCC とは一線を画すゆとりのある空間です。もちろん環境への配慮も行いました。シート素材には本革や塩化ビニールに比べ大幅に軽量な合成皮革ウルトラレザーを採用し、またカーペットには再生ナイロンを使用しています。それではもう少し詳しくご説明をさせていただきます。
最大のポイントはゆとりあるピッチと深めのリクライニングになります。シートピッチをフルサービスキャリアのエコノミークラスと同等または同等以上の32インチにすることで足元のゆとりを確保しました。写真は160センチのモデルですけれども足元には十分な広さがあることがお分かりいただけるかと思います。また身長186センチのモデルであっても膝が前方座席に当たることなく座ることができています。そしてこの広いシートピッチにより一般的なエコノミークラスに比べてリクライニングを大幅に角度をつけることができました。そしてゆったりと快適にお過ごしいただけるシートになっております。なおシートにはフルサービスキャリアのようなシートモニターはございません。お客様にはご自身のスマートフォンやタブレットをご使用いただき機内 Wi-Fi を通じてハリウッドの新作映画やビデオプログラムなどさまざまな機内エンターテインメントをお楽しみいただけます。次に機内食についてご紹介いたします。エアジャパンブランドではお食事を必要とされるお客様にはご購入いただく形とし事前予約のメニューと当日機内で注文できるメニューの両方をご用意します。機内での注文はお客様ご自身のスマートフォンやタブレットをお使いいただき機内 Wi-Fi を通じてメニューを確認しご注文をしていただきます。具体的なメニューは航空券の発売に合わせてご案内いたしますが基本コンセプトは2つ、フードロスの削減と空から日本の美味しさの発信です。フードロスの削減については事前予約により機内食の廃棄を減らすことはもちろんのこと機内でご注文いただくメニューには日本の優れた食品加工技術により美味しく長期保存可能なレトルト食品やフリーズドライを使ったメニューを積極的に採用します。次に日本の美味しさの発信についてです。足元では訪日需要が戻りつつありますが日本の食は外国人の方々にも大変人気です。会場前皆様にはエアジャパン公式 YouTube チャンネルの動画をご覧いただいておりましたけれども客室乗務員の目から見た日本各地の観光スポットやグルメ情報を随時紹介しています。機内でも外国人のお客様が日本の食文化を感じることができるようなオリジナルメニューや日本のお客様にも新しい発見があるような日本各地の食をご提供します。空飛ぶ物産館と言われるような多彩なメニューをご用意し空から日本の美味しさを発信していきますのでどうぞご期待ください。さて商品発表会の開始前に和楽器と洋楽器のアンサンブルの BGM が流れていましたがご記憶はありますでしょうか。実は流れていたのはエアジャパンブランドの機内でお客様をお迎えするボーディングミュージックです。このボーディングミュージックは東京芸術大学との産学連携プロジェクトによりコンペティションを行い数多くの作品の中から選ばれた曲です。曲名は愛、修士課程に在学中の冷水ノエルさんの作曲です。これから東京芸術大学のスタジオで録音した際の映像をご覧いただきますが和楽器の尺八の演奏は数々の著名なミュージシャンとも共演され世界的に活躍されている藤原道山さんにお願いをしました。ことについては数々のオーケストラとの共演により新たな協奏曲を生み続けておられる遠藤千秋さんに演奏していただきました。そして洋楽器は
ピアノの前田拓郎先生と、今後世界での活躍が期待されている東京芸術大学の在学生の皆さんの演奏になります。それではご覧ください。作曲者の冷水ノエルさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、私が作曲家の冷水ノエルと申します。普段はクラシックや現代音楽をベースに活動しており、新しい和楽器のための作品も多く書いております。はい、ありがとうございます。ではここからいくつか質問をさせていただきたいと思います。はい。ご自身の作品が選ばれたとき、どんなお気持ちでいらっしゃいましたか。新しいブランドの象徴となるようなですね、音楽を書かせていただいて大変光栄に思っております。またですね、この私の音楽をもって皆さんの新しい旅に花を添えることができるというのはとても嬉しいことだと思いました。はい、私にまで嬉しい気持ちが伝わってきました。では続いての質問です。どのような思いで作曲されましたか。はい、
今回のエアジャパンの新しいブランドコンセプト、フライソートフル、そして日本らしさということから、洋楽器と和楽器、これらが手と手を取り合い、音楽を作っていく、曲のタイトル愛というのは、ブランドのカラーであります藍色、そしてまた、人と人とがですね出会う愛だったり、そのようなことも、織り交ぜながら、タイトルとしました。ありがとうございます。たくさんの思いが込められていますね。続いての質問です。テーマである日本らしさをどのように表現されましたか？先ほども映像で見ていただいた通り、今回尺八と、お琴という和楽器を使っております。尺八はですね、風を感じるような、風の音のような、そういう音色を持っていまして、まさにこの新しい航空会社のボーディングミュージックにぴったりだというふうに考えております。尺八の藤原道山先生、そして、お琴の遠藤先生の素晴らしい演奏、そして、洋楽器の素晴らしいアンサンブルによって、この新しい日本らしさですね、伝統とそしてこの現在が出会うような新しい日本らしさを表現しております。はい、ありがとうございます。ボーディングミュージック愛が流れる機内にて皆様を温かくお迎えできることを楽しみにしております。それでは最後にご紹介するのはエアジャパンブランドの制服です。制服プロジェクトリーダーの横内真央よりご説明いたします。私からはエアジャパンの制服についてご紹介いたします。コンセプトはすべてに優しい制服であり、企画段階から現役の客室乗務員が関わることで作り上げました。それでは制服を着用した客室乗務員6名の登場です。エアジャパンの新しい制服はいかがでしょうか。ここからは大切にしこだわってきたポイント3点をご紹介いたします。1点目は日本らしさです。日本の伝統色でありブランドカラーでもあるあけぼの色と藍色をバランスよく使用し、同じく日本の伝統文化である結び、重ねをデザインに取り入れることで日本らしさを表現しました。皆様、ジャケットとスカートにご注目ください。ジャケットにはお客様とのご縁や思いやりを込めた結びを帯ベルトで表現し、スカートには自然に重なる美しい様である重ねをディテールに用いました。次にトップスをご覧ください。トップスにはまっすぐなラインを描くことで無駄がなく心地よい様を表現しました。またブランドカラーである藍色の染め始めの藍白、何度も染めを繰り返してできる濃い藍の2種類を用意し、空の色が移り変わる様を表しました。フロントの部分、袖口は二層仕立てとし、重ねを用いることで繊細さを表現しています。2点目はボーダレスです。客室乗務員一人一人の個性を大切に、自分らしく働くために性別、
年齢などを問わないボーダレスな制服としました。またボトムスにはスカートと2種類のパンツを設定し、コーディネートにバリエーションを持たせることで制服を着こなすワクワク感も盛り込みました。足元にもご注目ください。合わせる靴としてスニーカーも選択できるようにしました。なおスニーカーに加えパンプスやフラットシューズ、革靴の数種類から個人個人の好みに応じて着用が可能です。3点目は環境への配慮です。使用する生地の一部に植物由来原料を使用しているほか、衣服ロス問題にも対応しました。エアジャパンの客室乗務員はこれからエアジャパンブランドと ANA ブランドの2つのブランドを担当していきます。エアジャパンブランドの制服においてはジャケットやボトムスの一部のアイテムをシェアすることにより使用する資源を最小限に抑えました。以上、ソートフルを体現する制服と込めた思いについてご紹介いたしました。この新しい制服で皆様と機内でお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。エアジャパンブランドサービス全般についてご紹介させていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。最後に就航時期、就航地点について触れておきたいというふうに思います。就航時期につきましては、これまで2023年度下期とお伝えをしてきましたが、23年度第4四半期の2024年2月を予定しております。就航地は従前から申し上げている通り、まずは東南アジアを予定しており、皆様へのご案内は発着額の関係から夏ごろになる見込みです。なお成田空港を拠点に段階的に路線を拡大していきますが、東南アジアから関西空港への就航も検討しております。私たちの注力するターゲットが訪日旅客需要であり、アジアから見た場合首都圏と関西圏両方に就航地があることは競争優位の観点から極めて重要です。また日本の航空会社として大阪・関西万博を契機とした関西圏におけるインバウンドの拡大に貢献していきたいと考えております。昨年ピーチとは連携協定を結び、すでにコールセンターの共用についても準備を進めております。今後エアジャパンブランドが成田・関西両空港に就航し、ピーチの国内線ネットワークを通じて日本各地への乗り継ぎ需要も創出することで、ピーチとともにアジアにおける ANA グループのプレゼンスをさらに高めていきたいと考えております。販売の開始は就航地決定の後となりますが、お手軽な価格をご提供しお客様にご満足いただけるエアラインを目指す所存ですので、どうぞご期待ください。以上をもちましてプレゼンテーションを終了させていただきます。皆様には引き続きのご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。Thank you.
商品発表会が無事に終了しました。辻本さん、いかがでしたか？はい、制服可愛かったですね。可愛かったですね。早く着たいです。そうですよね、はい、座席も高級感がありましたね。それではこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画または機内でお会いしましょう。さようなら。